全国レトロゲームファンの皆さん、こんにちは、ケインです。佐々木セブン秀吉の黄金の第6章プレイしていきたいと思います。東京から、松本に向かって、松本に着いたところです。ではプレイしていきたい、いきます。金さんがいます。客増えない。ではいつものミニクマで違う移動かな。これだけかな。財布ドーン。いるの、こんなとこに。いた。キクちゃんが捕まりました。アーノルド富岡だ。この女を預かった。さらば。コマンドなんだね、今の人が。財布ドーン。困った時の財布ドーン。いる。調べる。あたり話す。あたりの人。おー、コマンド。キクちゃん。あ、なんだなんだ。女を返して欲しかったら古文書を渡せ。フェアな取引だろ。場所は真田だ。ん、女は無事だ。佐々木氏殿、早く助けて。ガチャン、電話を切られました。真田行きましょう。どうやって行くのかって話だね。もう一回同じ。財布ドン、どないしていくんやろうか。お土産物屋さんですよ。そのままか。あ、教えてくれた。運転手。はい。運転手、休憩中だ。仲間だったのね。幾松62番。博物館館長に古文書の暗道解読をさせるつもりやったらしいわって。早いですね。
味方ではないのね。財布だーん、いないんだね。博物館、では一人ずつ話を聞いていきましょう。館長がねとか博物館には入れないよ。変わり者デートしてるのよ。財布だーん。情報くれた。大きい男の人と可愛い女の子の二人連れ見たけど、あなたたちの知り合いかい？一応知ってる人はいます。近くにいるんじゃないかな。人がいます。館長かも。あ、大阪の教授の知り合いなんですね。博物館へ移動。戦国時代から江戸時代の初めにかけての歴史的資料が多いって。鎧着物やり方の手裏剣、棍棒、棍棒、掛け軸、鉄の斧、石嘆き、大砲、鉄砲、忍者玉があります。同じ古地図と6個の六文銭が見つかりまして、あ、教授に送ったってことね。もうないんだ、医者ね。怒られた。財布だーん。菊ちゃん、全部同じかな。同じそうだね。
長いねえし。伸びてる。いるんだめ。そしたらグヘヘヘ、死んでもらうぜ。佐々木セブン、コマンドはピストルこちらに向けました。あかん、もうダメや。佐々木ドン死ね。カチャッ、弾がない。こうなったら肉弾せた。サイバーラの衣服に身構えました。いきなり戦闘になったぞ。では素手ではかなわんで、ああなるほどね。じゃあ刀、自分の武器あったよ。考えたら吸引ガキ、吸引サバイバルナイフと包丁が火花を散らします。ナイフも包丁も折れてしまいました。そんなのマスかいな。早やっつけてーなって。しゃあない。展示品は展示品取りながら武器になるで。刀と槍、課金金引き、なんと刀も槍も折れてしまいました。コンボ、コマンドは鉄の斧を取りました。ブーム、スパとギア、コンボが真っ二つになってしまいました。鉄の斧は柱に食い込んで取れません。したら手裏剣、忍者玉を取りました。ブーム、忍者マグの爆発、当たり煙だらけになってしまいました。手裏剣はどっかに行ってしまいました。キボード、えい、コマンドは掛け軸と言いました。二人で着物の掛け軸を持って睨み合っています。これではないね。鉄砲。鎧を取りました。鉄砲は弾がないので使えません。鎧は着ると重すぎるので動きません。石打撃。鍵がかかっているので取れません。柱で食い込む鉄の斧を力いっぱい引きました。抜けた勢いで斧はケースの鍵を壊して壁に食い込んでしまいました。石投げ取りました。コマンドは大砲取りました。なんと石投げ機には石がありません。グヘヘヘ、佐々木セブン勝負あったな。コマンドは大砲に弾を込め火をつけました。やられる、逃げるんや。ポカーンドーン、なんと大砲が爆発してしまいました。コマンドは吹き飛びました。やった、勝ったが佐々木さん、チャリン、何か光るものが落ちました。調べる、光るものか。真田の六文銭、6枚とそれぞれ違う文字が書いてあります。調べる、お金じゃない、六文銭。キラセマツヒと書いてありますと。どないしたんや佐々木シドン。敵の下っ端が大勢こちらやってきます。集団攻撃です。千人を追う、逃げるが勝ちや。相当だね。大型のトラックが止まっています。トラックの荷台に隠れました。さあ早く。わあ、トラックが起き出しました。というわけでして、佐々木セブン秀吉の黄金の第6章プレイしてみました。本日はこの辺りにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。